こんにちは、はなです。今日はフレーズで覚える日本語、何々から何々までをやりたいと思います。何々から何々までというのは各助詞で、文法の各助詞のところで一度やってます。まだ見てないよという方は見て確認しておいてください。じゃあ今日は何々から何々まで。例えば、学校は9時から3時までです。学校は9時から3時前です。その他には、学校は月曜日から金曜日までです。からまで、からまで。月曜日から日曜日までの1週間のうちの月曜日から金曜日までが学校に行きますという意味になります。レストランは11階から13階までです。デパートのレストランフロアは11階から13階までがレストランばかりがあるフロアのことを言ってます。11階から13階。切符は東京から京都までです。新幹線のチケットだったり飛行機のチケットは東京から京都まで、東京から京都まで移動できる切符になります。時間を表すときも、曜日を表すときも、回数を表すときも、距離を表すときも、からからまでを使います。この文章を使って、普段はどういうふうに会話しているのかをやってみたいと思います。今日の特別出演、ユニさんです。こんにちは。お久しぶりです。ユニです。じゃあ、始めます。あ、ユニさん、お久しぶりです。こんにちは。今何をやってるんですか？今、日本語の学校へ行っているんですよ。あ、そうなんですか。学校は何曜日から何曜日までですか？学校は月曜日から金曜日までです。じゃあ、金曜日の学校が終わったら、食事に行きませんか？お、いいですね。行きましょう。何が食べたいですか？そうですね。お蕎麦が食べたいです。お蕎麦なら、いいお店知ってるんですよ。そこにしませんか？あ、お任せするわ。あ、その蕎麦屋は10時から3時までなんだけど、学校何時に終わるんですか？学校は9時から3時までなんです。そっか。じゃあ、デパートのレストランに行こうか。マルショーデパートの11階から13階までがレストランフロアだから、お蕎麦屋さんもありますよ。そうですね。そうしましょう。じゃあ、待ち合わせ場所は改めて連絡しますね。
かりました。待ってまーす。じゃあ、金曜日に。じゃあねー。こんな感じで、会話の中で使っていきます。ちょっと会話が長くなってしまいましたが、アップした次の日に字幕入れておきますね。今の会話、各助詞のカラカラまでをもうすでに見てる方は、大体会話の内容が分かったかと思います。まだ見てない方は見ておいてください。今日はここまで。またね。